で、まあ、野球職務っていうね、私はまあ野球職務だったんですけども、その牧野先生がね、おっしゃる、残された証人も書かれてあるんですけども、草根木碑、よくね、この野球職務と話をするときに、草、木、木碑ですね、草根木碑。名とかそういうものすべてが薬剤っていうふうにね書に記されてますのでそういう植物でまあ、これからお話ししていく中に内容に入ってるんですけどもそういうね植物が身を守るために地球上に誕生して少しずつね進化の中でもともとは植物だけだったんですけどもそういう植物だけの世界に昆虫が生まれてきたり